おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は識別求人2020を1ボックス開けたいと思います。レギュラーカード36枚が入って、さらにスペシャルインサートのサインカードが1枚入って、7000円という、アイテムになってます。こんな感じでね、サインカードがラインナップされてますが、この阿部選手ですね、みんな知ってる、この選手のサインカードはたった10枚しか存在しません。はい、90枚書いてる人もいれば120枚書いてる人もいるんですが、やっぱり10枚と少ないわけですね。それで、値段が去年の6000円から1000円上乗せしたという、ちょっとずるいアイテムになってます。ちょっと高くてね、もうちょっと枚数増えたら良かったんですが、では開けたいと思います。まあ、僕はヤクルトファンなので、立山選手か、あとは何でしょうかね、立山選手か畠山選手が当たればいいなと思ってます。さあこんな感じですね。もうレギュラーは割愛させていただいて、はい、でサイン見ますね。まずは裏から見ましょう。100枚入って、100枚限定でした。誰でしょうか。お、あ、橋本至選手ですね。ちょっと見てみましょう。橋本至選手は30番ですよね。はい、元巨人の選手ですね。仙台育英高校出身で、巨人に2009年ドラフト4位で入団してますね。で、2019年に1年間だけ楽天にいたと。ということで、元巨人の選手ということで、なかなかいい引きだったんではないでしょうか。はい、良かったです。嬉しいです。また開封しますね。さよなら。